フットボールリーグカップ2014から2015は2014年8月11日から2015年3月1日の期間に開催された通算55回目のフットボールリーグカップである。チェルシーが8年ぶり5回目の優勝を達成した。組み合わせ抽選会は2014年6月17日に行われた。このラウンドからは ノリチシティとフラムを除くチャンピオンシップの22クラブ、リーグ1の全24クラブ、リーグ2の全24クラブの70クラブが参加する。なお、チーム名横の括弧内の数字は所属するディビジョンを表す。組み合わせ抽選会は2014年8月13日に行われた。このラウンドからは1回戦勝者に加え UEFA チャンピオンズリーグ UEFA、UE ヨーロッパリーグに参加しないプレミアリーグの13クラブとチャンピオンシップに属するノリジシティとフラムが新たに参加する。組み合わせ抽選会は2014年8月27日に行われた。このラウンドからは2回戦勝者に加え UEFA チャンピオンズリーグ UEFA ヨーロッパリーグに参加するプレミアリーグの7クラブが新たに参加する。 これで参加資格を有するクラブすべてが今大会に参加したことになる。組み合わせ抽選会は2014年9月24日に行われた。組み合わせ抽選会は2014年10月29日に行われた。組み合わせ抽選会は2014年12月17日に行われた。リバプール V チェルシートってナムホットスパー V シェフィールド。 ユナイテッドチェルシー V リバプールチェルシーが決勝進出。シェフィールドユナイテッド V トッテナムホットスパートッテナムホットスパーが決勝進出チェルシー V トッテナムホットスパー。ありがとうございます。